r m c チャンネルをご覧の皆様こんにちはこんにちは今日もリスクマネジメントジャーナルを進めてまいりたいと思いますえ今日は第91回目ということでえー、いつも通りですね石川副理事長と、えー、進めていきますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいちょっと今週一週間バタバタしてて91回目を先ほど上げたという <laughs> <laughs> そうですね <laughs> うすもう毎週やってるからね結構慌ただしいですけどね、うん なんか一気に入っちゃうと2、3日潰れちゃうので、ちょっとそんな感じでね、またついてて、すいませんでした。で、相馬さん、だんだんまた沈んでくるので、5分もたってないうちに沈んでるよ。沈むっていうよりね、こうやって下を見る。そうなんだけど、書類を上げたらいいんじゃないのあげるっていうかまあ。こうって。はいうことで、きょうは。 今日のテーマ今日はね、さっきまでどうしようかっていろいろニュース見てて、えーはい、あふと思い出してあ、そうだそうだ、相馬さんから相談があるって言ってた件があるなと思って、それちゃんと聞いてなかったので、マスク問題、小学校で、ま、マスクをさせた児童がちょっとびょあの具合悪くなっちゃったって話でね。はい ちょっと学校でいろいろあったっていうことなので、うん、あの学校の問題ってとても身近ですから私も学校に関してはずいぶんやってきてるので学校リスクマネジメントね、うん、というような感じで、うんうん、石川さん本も、うん、出されてますよねそう,そうですね、うん、詳しくまあ今回のやっぱり地元にないな,なそう、どっか本棚に行っちゃってる <laughs> うん、い,い,よいいよ、別に私のほはいいから、石川さんにちょっと相談先週ね、したのは、えー、っとうちの話なんですけど、えー、っと息子がいて、3年生ですね、小学校のね、これで、まあ、お多ぶに漏れずう、マスク、学校でマスクをするわけですけど、うん、まあ、これはね、えー、っと全国どこでもそうなんですけど、まあ、体育があって、体育の時間中も、まあ、一応、マスクしましょうということになってるみたいなんですよ。うん、それで えっとその日、えっ、ー、と結論から言うとうちの息子は保健所で運ばれて、うんそれでえっ、ー、とまあ早退してきたと。で、まそのままなんともないかったんでよかったんですけど、まあ、その時に、うん、マスクしてね、えー、まあ要は体育やったというか、走ったわけですね。ね、うん、ちょっとありえないんだけど、うん、それ。 ま、えっと、まあまあ最初に言っとくと、現場のね先生がどうこうというつもりはないんですけども、うん、まあ全国的に今そういう状況らしいので、そういう状況というのは、体育の時もマス,マスクするってことそういう感じみたいなので、えっとちょっとあんまりよくないなというふうに思っていて、でたまたま身近にそういうことがあったので、いろいろと今、調べているところをなんです。 えっと、常識的に言ってね、まあ、コロナ怖いですけれども、常識的に言って、えーっとまあ、運動する時にマスクをするというのは考えられないですね、石川さんもおっしゃったようにね。それで子どもは肺活量も少ないし、過、えー、呼吸になりやすいと常識的に分かるようなものなので、そういうことを今後、まあ、これから春。 夏という,ふうになって、うん、去年はね、うん、あのパニックの状態でしたから、うん、まあ多少そういうことも目をつぶっていてうん、うん、データとして出てこなかったこともあったのかもしれませんが、うんえー、もう1年経ってうん科学的な状況も分かってきてる中で、ね、子どもたちに果たして、えー、マスクを、えー、常に強要するということが必要なのかどうかというようなこともちょっと考えたいと思ってね、うん、えと身近にあったことなので、うん、少し石川さんにその辺は石川さんは学校の p t a やられたりとかねそういうこともしてますんでどうでしょうっていうことで先週ね少し,相談した、うん、ちゃんと聞いてないのよ結局あのちゃんと話は聞いてないけだどうどうなったのかが分からなかったっていうか <laughs> その後結局どう,どうしたんですかその問題が発覚してはいで、はい、一応えっとね実はね今日上の子今日うちの学校卒業式なんですよ、うんうん、で今、えー、収録してるってことは私は行ってないってことですよね うん、あ卒業式に出席しないよね、うん、この時間、これ、午前中取ってますけど、うん、今、卒業式、ちょうどやってるんで、うんうん、まあ、えっとおな、何が言いたいかっていうと,、えっと、親は1家族1人しか行けない、あはそ,それで今、母親が行ってます。あのさっき言ったのマスクの下のは下の子ですけども、うん、上の子は小学校6年生なので、今日卒業式なんですね、うん、こ収録してるのは3月2五日です。うんうん まあえっと、マスクだけじゃなくて、まあ、要はそういうような形で、いろんな規制がね、あと、うんえー、でも話しますけど、えー、学生というか、今、かかっているわけです、この一年ね、うん、すごいストレスですけれども、そういうことでかかっていて、まあ、卒業式当日も、まあ、普通だったらね、えー、うちは母親と父親といますか私いますか二2人でね、まあ、写真でも撮りに行きたいなと思ってたんですけど、行けなくて。 1、えー、一家族1人と、うん 1> でえー、どうしても来たければ教室に入ってくださいと、そこでオンラインで見ますからと,、うん、という話ですけど、そんなバカな話もないんで、仕事してるわけですけど、うんまあ、そういうような状況になっているということもあって、まあ、マスクの話が出たのは先週だったんで、一応、連絡書っていうのがあって、連絡帳でやり取りをしながらね、うん、えっとやってるんですけど、ちょっと,、えー、っと落ち着いたら先生にちょっと状況聞きに行こうというふうに今、思っています。うん、でどういうい運用をしてるのかと いうことも含めてですねれから春、夏というふうになってきますので、うん、暑くなってくるんでね。ということでその前提として、少し今調べていることがあって、うん、えっと文部科学省,、ね文部科学省えっとガイドラインが出てるんですよ。うん、新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン。うん、これがまあ学校運営のためのガイドラインで、うん、文科省から。 教育委員会通してかわからないですけど各学校へこう流れているものなんですね。でまあ、いろいろ書いてあるんですけれども、うん、基本的にそのマスク、えー、と感染症に対する学校にかおける感染症対策の考え方というのがあって、えーまあ、新型コロナウイルスと共に生きていく社会を前提として、えー、長丁場になりますので、まあ、ソーシャルディスタンスを取りましょうと。うん それから新しい生活様式とか何だかよくわかりませんけど、新しい生活様式に合わせた、えーがえー、合わせて学校を含めた社会全体が移行していくことが不可欠であると、まあ、こう書いてあるわけですね。でこれはまあ専門家会議員がそう言ってますよみたいなことを書いてある、ねうん。それからまあソーシャルディスタンスを取るとともに、基本的にはマスクの着用、 ですね、えー、をするというようなことを言っているんですけども、うんうん、ただですね、えーと、マスクに関しては強制じゃないんですよ、これ、うん、ガイドラインだからねああああ。義務としては書かれてないということですね。うん、そういうことそれで、何かで、はい、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校教育活動においては、児童、生徒および教職員は基本的に常時マスクを着用することが望ましいと考えられるところ。はい まあ気候の状況等により熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、関係や児童・生徒との間に十分な距離を保つなど配慮した上でマスクを外すように対応すると。えー、なお、体育の授業および運,、うん、運動部活動におけるマスク着用の必要はない。 感染リスクないが感染リスクを避けるために児童・生徒の感覚を自分に分けることを取り扱いとすると。ちょっとそこよく分からなかった。あの運動のときにはあの必要ないっていうふうに書いてあるわけね。そうあくまで必要ありますね。何か注意書きあるんですかで、感染リスクを避けるためには児童・生徒の感覚を自分、まあ、ソーシャルディスタンスを取ってャルうんじゃあ。マスクの着用は必要ないと書いてあるし、ソーシャルディスタンスを保ちなさい取ればいいと。うん、うん これが文科省が出しているガイドライン、うんあ。公式ガイドラインですね。はい、だから、はいえっと、単純に読めば、うん、体育の時間はマスクはしなくていいよと。うん、そういういことはね、うん、ただ、現状は、これ、いろんなその私の知り合いのフェイスブックなんかに載ってる記事とか、えー、聞いたりしてるんですけど、現状はやっぱりマスクさせてるんですよ。うん、そのの運用上。そうそう運用上、ね。あ ね、あのそ,うそれで、えっと、ガイドラインでこう言っていて、でこれをね、えっと、ある人が、えー、文科省に直接問い合わせをしたんですね、うんうん、このガイドライン、まあ、これね、改定になってるんですよ、あの改定前はね、はい、こういうふうに書いてなかったの,マスクの、マスクについて何も書いてなかったってこと改定前はなないかったの うん、ソーシャルディスタンスを取りましょうということ、3密を避けましょうしか書いてない。うん、あさっき読んだ、えー、とガイドラインの基本的な考え方も今回の2月19日の改定で入った文言なんです。はい、からさっきのマスクのことに関しても今回の改定で入ったんですね。うん、今回の改定でね改定前は何もマスクについて書いてないんですよ。改定、うんえー、後はそういうふうに今、僕が読んだような形で入ったの。うん 入ったんだけど、まあえー、学校ではそのすごく対応もバラバラだし、うん、そのうちの学校のようにね、まあ、わざとなのかそのどうなのかは別ですけれども、うん、でと子どもの言うことなので分からないけど、うん、えっとうちのに聞くとやっぱりみんなしてるとだからガイドラインはあくまで健康上気候上に配慮して体育の時はしなくていいよというふうに文科省は言ってるんだけど。 現状は知ってるとじゃあなんで危ないでしょとなんで外さないのって聞いたらみんなしてるから自分だけ外すわけにいかないとまあんか本当極めて日本人的ですよね。でまあ子どももやっぱそういう指導を受けてるんだと思うんですね<ー>、うん。ということはやっぱり、えー、と学校における運用上の問題と、うん、それからまあ空気というかね、うん、えとそういうようなことが原因なわけですよね。うん、これに関してそう同じ疑問を持ってるお母さんが。 いてえー、と公表してたんだけど、2>, うん、えと2月10軍地の改定、ねえー、について、まあ、聞きましたと、うんうんで、マスク着用についてはまあ従来通りですということなんですが、えー、と体育の時に別に、えー、強制してませんし、義務でもありませんと、そもそも文科省のものは行政命令でもないし、指示でもありません、えー、であるからこそ、強制力はありませんし、法律的な義務もありません。 あくまでも各自治体の教育委員会の裁量に任せて、これが回答なんですね、文科省まあ、そうでしょうね。うん、で、このお母さんは何,何を電話で言ったかというと、文科省にお願いとして、まあ、学校現場ではマスク着用の徹底がされていますと。マスク着用していない子どもがいると、必ず注意され、着用が強制になっているという現実がありますと。鼻を少しでも出しているだけですぐに注意されています。義務でもないし、強制力もないのに。 厳しい指示と命令になっているというのが現状です。大きい字で、表題や注意書きにマスク着用、3密を避けるソーシルディスタンスは強制ではないという記載をして誤解がないようにしてもらいたいと思いますが、いかがですかというふうに電話で文科省に聞いた。うんうん、というところ、文部科学省の高野さんという,のはもう名前出てますけど、この方が回答してきたのは、はい、そのような強制にならないように意義を、被災には注意します、伝えておきますということでしたと。うん いうようなこと学校側が過剰に対応しているので、この件は親御さんたちが各自治体の教育委員会や学校に進言、提言、意見を言っていただくようにした方が良いと思いますという回答だったそうですね。まあ、これはあの、はい、私が電話で石川さんにお伺いした回答そのままですよね。うんうん、親御さん側から、えー、言うべきだと。まあ、やり方は別にしてね、うんうん、いろんなやり方ありますつまりそういうことで、えー、とガイドライン上は、えー、体育の時にしなくてもいいよとか。 まあ気ををつけててやりななさいいいよよというようなこととううこ言っているとガイドラインというのは行政的な文書でもの中でも緩いもので義務はないし法的な拘束力もありませんとまあいう言い方をしてるんですがやっぱりそういう運用になってないというのが問題。それでえっと昨年の報告をきちっと調べてないので分かりませんけれどもマスクをしたことによる熱中症それから。 ありました、ね、それでお年寄りのデータはあるんですけど、うん、子どものデータっていうのをきちっと、えー、出しているとこがどこにあるのかっていうのをちょっと調べなきゃいけませんが明らかにあると思います、うん、あると思いますし、えー、最初に言ったように昨年のパニック状態の中で、えー、かなり厳しい運用をしたということに関しては、まあ、ある程度仕方ないのかなというところがありますけど。 1>, 1年経ってますので、うん、今年これから春、夏にかけて、で、私もまあ、自分の息子がこういうことにならなければね、うん、まここまできちっと調べようと、うんうん、まあ、大変だなあとか、学校どうしてんだろうなぐらいな気でいたかもしれませんけど、えっと、身近に起きたので、ちょっと少しちゃんとね、調べてみようということで、調べた結果、やっぱり、うん、えー、現場がそういう運用をしていると、うん、まあ、これはもちろんいろんなね、原因があって、当然、その親御さんも、 いろんな考え方がある中で保やっぱりそのうるさい保護者に合わせるっていうのがね、やっぱりある,あるんですよ、すよね、声が大きい人の,、うん、あの人に合わせるっていうのもあったり、あとはあの学校が強制してなくっても、現場で、まあ、その運用してしまうということもあるので、うん、やっぱり何か疑問に思ったり、おかしいと思ったら、やっぱり当事者が言うしかないんですよね。そうしないと、ね、学校現場は全く、うん 動きません、うんでまあ、学校で言うとはそういうとこなんだろうと思いますけれども、うん、そのさっき言ったように、えっと、うちの子にはもうそういう運動するときは外せよっていうふうに僕は言ってますけど、うん、ただ、周りがね、ないともれも無理な話ですよね。少なくとも そう体育の時絶対外さなきゃだめでしょ、それは、もう強制で外すってことにしないと、やっぱりリスクって、いろんなリスクがあると、感染リスクとあの、ね、あの呼,吸あの呼吸がうまくできなくて、あの倒れるリスクと並べれば分かる話なんだけども、うん、まそういう冷静な判断ができなくて、冷静な判断、分かってても、やっぱりあのうるさい方を取るとかね、うん、いう風になっちゃうんじゃない、うん でまあ、あの最初に話したとおり、あくも分かりませんよ、これまだきちっとヒアリング学校がし,してない状況で、今、このビデオを撮ってますから、分かりませんけど、まあ、うちのチビに聞いたところ、そういうようなことだし、えーとまあ、体育の時間中の運動で、えー、気持ち悪くなって運ば,運ばれたということでうちの子だけじゃなくて、2人いたみたいなんですよ。 ですから、まあ、事、えー、業の中で走ったのかな、一生懸命、体育になれば一生懸命やっちゃうから、そういうことなのかもしれませんけど、まあ、常時どうなってるのかということとか、まあ、休み時間、外に出て遊ぶときまでマスクをしているのか、うんえー、そんなこともちょっとね、やっぱり聞いた上でとは思ってます。でうんえー、正直ね あの学校の先生なんて我々よりも,もうずっと若い先生ばっかりでそうそうもう20代の先、ねあ,うん、あんまりね、うん、言ってもねラッチ一度ねちょっと上の子で問題があった時も、うん、学校の先生のとこ行ったんだけどまあはっきり言うと子供ですよ僕から言わせりゃね <laughs> あ20代の先生なんてさもう社会のことも知らないし <laughs> <ー>俺はちゃあかない、うんえー、あそうだねっていう逆にそんなもんですよそれはだって自分の部下見ればわかるでしょ、うん、うそういうもん 20代なんてまあ役立たずみたいなのが多いんだから、まあ、その中で一生懸命仕事をしてるということなので、うん、あんまり先生個人をという気はないんですけど、ただね、その学校全体がそういうふうな運用になって、 これ多分うちのとこだけじゃなくてね、全国学校いですか、うん、似たようなね。むしろやっぱりこういった問題が起きたことをきっかけに、うんまあ、しっかりとまあ報道してもらうとかね、やっぱ問題提起をしてもらうってことも大事だし、そのまあ、あ諦めずにちゃんとや,やったほうがいいと思いますよ、あのもうおでも親,で、ね、親はね、諦める人が多くてね、なんかちょっと疑問があっても、まあいいやと思っちゃう人が多いので、まあ、そこはまあしっかりと問題があったらさっと。 学校に他人、まあの,の先生頼りなくても教えてあげるというか先生もまあ完璧じゃないからあんまり攻め立てるともうやる気なくしちゃってもううう、ね、学校来なくなっちゃって去、うん、年ねそう,そういう先生結構いたみたいなんですねそうあんまり攻めるとね本当に若い先生ね来なくなっちゃって、ま、そ,れそれこそまた次の先生用意するのはもっと大変になってしまったりするから、うん、もう先生への言い方もすごく難しいというかな うん、でもやっぱり改善していかなくちゃいけないところではあるからだからまず今日ねえっと何度も言いますけど、まだ全体のヒアリングかけてない状況で撮っているので、うん、僕の言っている情報をもしかしたらね、子どもに聞いただけですから、うん、間違ってるかもしれませんけど、一応ちょっと先生に連絡入れて、うん、あのど,どんな状況になっているかを聞かせてくれと、うん、いうことをやろうと思ってます。でそのののやったこことに関しては、えっと、一応このビデオの中でも ままた報告しようううというふうう、ね、いふに思すそれで私が出てるってことは調べればどこの学校かって分かっちゃうので、まあ、難しいところですけどただこれは別にねあのその何度も言いますが学校が責めてるわけではなくて、うん、やっぱり運用の状況とかいうのを知るべきだしそういうことまあでこの方がちょっと言っているのはやっぱりこういうマスクの常時 着用を強制するということは、児童虐待につながってますよ。というような強い言い方もされてます。あうん、あそうね。うねだから、そういうの。まあ、私はそこまで今まあ,あ思ってはいませんけれども。うん、ただ結果論としてそういうこと。それから、うん、子供がね。 もし渋滞なくなってからで遅いわけですね。ねえ、まあ、うん、本当まさに、ね、リスクマネジメントだと思う,そう,そうやっぱりち小さないろんな事故の積み重ねの上で、うんね、あのヒアリハットの段階でね、そうそうそれで大きな事故って起きてしまうから、うん、あのえっ、ー、と本当に人によって呼吸って違うからね。 難しいんですよ、ね、本当に体育の授業ってリスクが多くて、うん、あの組体操でも、ね、今ちょっとできなくなっちゃってるけど、やっぱり事故が多かったんですよね。うん、だから、もしかしたらマスクに関して言うとね、このまま運用してっちゃうと、夏あたりに本当に大変なことになる。あと、熱中症もすごく多いんですよ、事故として。ねうん、スポーツにおける熱中症ってすごく多いから。あのー まあこの我慢させちゃうというかな子供ってすごく我慢しちゃうところがあるので、うん、言えないとかね我慢しちゃうということで、まあ、取り返しがつかないことが多いで学校は本当に事故が多いからそういう意味ではおいては本当に小さなことであっても、うん、絶対行った方がいいんですよね。そうですね、うん、だから えっと、運用が、えっと、このまま続くと大きな事故に関わる可能性もあるんで、うんまあ、学校リスクマネジメントじゃないんですけど、やっぱりそういう意味では、先生たちにもこういう声があるということをね、認識、うん、で、おそらくマスクを外そうという意見を持っている親御さんは、まだまだ少数派だというふうには思いますけれども、まあ、こういう意見を言うことによって、ちょっと今後考えてほしいというのは、うんうんうん えー、あって、ね、で、まあ、科学的っていうかリスクマネジメント的に考えればすぐ結論が出るはずなんだけれども、うん、まあ確率だからねリスクマネジメントって、うん、だから、えー、このジャーナル的に言えばそういうことなんだけど、うん、なかなかやっぱりこう怖いということが先行している中でね、うん、うんで親御さんたちの声大きな声もあるからうーん難しいのかもしれないけどちょっとそういうことも 人認識ししした上でで対応してほいなとうん、うん、でまあ、文科省はこうやってガイドラインで言ってるだけですよと、ね、あとは自治体に任せてますよってことなのでね、うんうん、まあいつものことですけども、えー、いう形になってしまうと、うん、なんかトラブった時にはあれだし、まあねちょっとね、あのふっと浮か頭に浮かんだんですよね、うん、どう見だってうちのチビは言うこと聞かんだろうなと、体育になりゃ走るだろうなと。<laughs> 性格的にもね <laughs>、<laughs> やんちゃですからだから <laughs>、えー、そのからもうマスクはねこの一年ではっきり言ってねご飯食べる時ももうねあのマスクしちゃってるからうちへ帰ってう、あの学校の予定はねあのしたりこうここにまあこう取ったり,こう,たりこうしたりっていうことをやったりしてるんですよ、うん、まあねあの卒業ビデオ見せてあげたいぐらい、うん、かわいそうよもうみんな、うん、ずっとマスクこでこれも あの親御さんの影響かその子たちの,その性格なのかねすごい神経質な子はやっぱこうやってこうやって食べてるわけああそれがねそ,うそ,うそ,うそれでねビデオがあるわけその卒業ビデオ、うん、アルバムにするっていうんでそれを撮ってうちのまあうちはビデオ編集できるのでその担当になってうちのママが編集してんですけどそれを見せてもらうとねやっぱりこうこうやってマスクして食べてこうやってやってそれで えっと、一人一人こうなんていうかなえっと給食の時はこう立てるわけですよ立て隣が見えないような立て自分の付けの上にこうああなんていうのこう,こういうふうにしてこういうふうにしてああこういう立てを立てをこうやってやって見えないか <laughs> あのそれで。 まあ飛沫が飛ばないようにってことなんだけどねそうすると隣の子の顔も前の子の顔も見れない見えない状態でえ見えない状況で食べるのどうそうそうあのク,リクリアじゃなくて透明じゃなくて、うんまあ、うちの学校のついたては透明じゃなかったけどね透明じゃないの、まあうん、コストの問題か知らないけどあの<わ>白い画用紙みたいなのがちょっとわからないけどそういうビデオが残ってますあ<ー>で、まあ、まあかわいそうだねって言いながら見てたんだけど やっぱり良くないよね上昇教育的にも良くないし見てるとみんなをほら写してあげたいからみんなこう撮るじゃないその時にまあわってこうやっている子もいるけどまあ喋っちゃいけないから黙って食べるそれだけど見てると中ではこう食べてはこうしてもぐもぐしてまた食べてはこうしてってやってる子もいるのそれはそういうふうに親御さんから言われてるのかそれは。 その各家庭によってバラバラなんだろうけどえとガイドラインまあ何が言いたいかというとねガイドラインでは文科者はそう言ってるかもしれないけどこれだけ日本中神経質になる大人が神経質になるということは子供に必ず幸せがててるとといいうことを認識して欲しいわけですよそれでそれはリスクマネジメント的に言うとね大きなリスクと小さなリスクってやっぱり全体の中でのリスクのバランスを見て考えなければいけないわけじゃないですか。 だからこそさっきその1年前のパニック状態の時にこういうことがあったことに関しては仕方がないだろうと。1年間やって各種データさまざま出てきた中でつまり今年も同じことをするんですかと。そんな中で今年そういうことがあってもし大きな事故が起きた場合はねうんやっぱり取り返しがつかないよと。で多分ここの学校だけじゃなくておそらく全国的に似たようなことをやってるんだと思いますから。 これはちょっと考えないとね、いけないと。そうだね。やっぱりこういう問題意識なんですよ。あとね、やっぱりか家庭での考え方が本当にここにべあのバラバラで、あの学校からするとやっぱりかいか家庭によってみんな方針が違うからすごく大変。でね、面白いのはね、じゃ教育にやってて面白いか面白いなと思ったことがあって、あのえっと教育というのは。 各家庭における偏見を排除する役割もあるっていうふうに言ってるわけ、そういうことをね、文科省も言ってるんだって。 指導室長がそういう話をしててあそうなんだそういう役割ある,あるんだったらその、まあ、親,親がその例えば人種差別をするとか親,親の差別意識っていうのもあると思うねあるいはなんか過敏症だとかいろいろあると思うんだけどそれに対してそれに合わせるんじゃなくてちゃんとそれも含めてあの指導していかなきゃいけないっていうのがあの考え方としてあるということなんだけどその今の学校ってあのそこはやってないんじゃないかなって 親も含めて教育しなきゃいけない場面ってあると思うんだけども、うんあの、そこに対して向かっていく、立ち向かっていくのがすごく私は少ないような気がして、もっと堂々と、うん、いや、そうじゃないんですよと、ちゃんと学校の教育方針を伝えるとか、うん、か偏見を持っていたら、やっぱりそれをあの影響力を排除する、まあ、堂々と排除していくというね、そういうことも必要なので、うんえー、なんだろう、その、あ きちんと精神を受け継いでないんじゃないかなってね、やるべきことをあの教育方針としてやるべきことをやってないんじゃないかなっていうふうに僕ね、うん、思ったことがあるの,で,ので、調布でもね、アレルギーの事故がありましたけど、うん、結局、なんであんなことが起きちゃったかっていうと、全部個々に合わせてたんですよ、保護者に、うん、保護者っていうか、うん、子どもたちに合わせてしまってたっていうね、うんで、それで全部運用がバラバラになっちゃった、そこが悲劇だったんですよ。 だからどう、どうやるのが一番いいのかということを、専門家も含めて、全体で考えていって、アレルギーによる死亡事故を起こさないための運用ルールっていうのは、みんなで考えて作ってたんですねそういう意味においては、このマスク問題に関して、やっぱりオープンなところで、きちい議論を重ねていく、専門家も含めてね、専門家、それからあの危機管理の専門家も含めて、うん、いろんな方がちゃんとディスカッションして、そして保護者もその中に入る。 でそれをオープンな議論をした上で、本当にどういうふうに運用していったらいいのかっていうのを考えていくっていう、まあ、そういうことをやって、うん、もうそれをね、もう何ヶ月も、まあ、あの時は事故が起こってからもう半年ぐらいで、ね、まとめましたけど、うんで、まとめた結果をまた全国、あんして、調布市の職員がもう全,全自治体に行って説明していったんですよ、こういう事故を起こさないようにするためにということで。 そういう、今は本当、マスクに関しては、特に都市部に関してね、非常に大きな誤解、本当に学校に関してはあると思うので、あのしっかり議論していくというかな、あの自分の思い込みとか偏見を排除するためのオープンな議論っていうのは必要なんじゃないかなって思いますけど、うん、相馬さん、頑張って。もう一、ん、度、うん、聞いてみますよ。 まあ、なかなかその僕みたいな疑問を持ってる人たちも多いと思うけど、まあ、当然日々の生活があるのでねなかなか学校教育にこう積極的に関わっていくっていうのは難しい方が多いと思うけど、うん、まあこういう個別の案件があった時ぐらいはねやっぱりこうきちっとやるということと、うんうん、それからやっぱりね科学的であってほしいわけ。 いろんな意見があって、僕は学校が全部、ね、道徳を決めるなんてことは必要ないと思っていますけども、うん、あのただね、やっぱりいろんな意味で科学的な根拠をもとに、えー、多様な親の意見がある中で、うん、学校の方針としてはこうしますと、うん、なぜならリスク的にはこちらの確率の方がはるかに低いと、うん、夏になったらマスクを外す方が熱、ね、中症になるリスクよりコロナになるリスクの方が低いとなぜなら、 10代の子どもたちは、うんえー、かかったとしても1年間で1人も亡くなってませんと、うん、重症者も1人もいないんですよ、うん、これが科学的事実です、うんで。そのリスクと熱中症による毎年の、えー、10代の死亡者数をあの比べてみてくださいということを校長先生が堂々とデータを出して、保護者に説明をするべき。ますと、うん ただ例外的にやりたい方はどうぞ自由にやってくださいというような、そういう、それは親御さんの責任で、まあ、そういう説明をきちっと堂々とね、うん、石川さんに言うようにして、うんうんそう、ちゃんと説明してもう繰り返し、ね、その前提は科学ですよ。やっぱりね、うん、科学とその哲学をきちっと持たないと、これはまあ、いろんなことをもちろん皆さんいろいろ言うに決まってるわけだから、うんうん、だけど、どこかで運用していく以上決めなきゃいけないと。そ,うん、その前提は科学と哲学です。うん でしょそれはもちろんそうですよね。だからそういう意味でも、えー、っとやっぱりリスクが、まあ、子どもたちが一番、ね、弱い立場の子だから。子どもたちにしわ寄せがいくのは一番よくないのよね、<う><ん>一番こうリ,ス、ね、リスクの低い、ね、選択を、うん、まあなるべく取るというようなことを科学的にやってほしいと思いますので。 まあ,あと学校に交渉するときは、できるだけ文書がいいので、もちろん第一歩っていうか、最初はあの電話とか、訪問とかでも全然構わないんだけども、やっぱり大きく動かしたい場合には、文書にした方がより、ね、あの動く、うん、もちろん行動で行っただけで、パッと動いてくれる人もいるんですよ、でもこれは本当、人によるので、文書になった方が、もっとこう、まあ、効力があったりとか、あと伝達によるリスクがなくなる、うん、こ,うこういうふうに言われたんだけど、 社内というか学校の中で共有する、あるいは教育委員会に来るまでの間にこう情報が歪んじゃうので、それを意味においては、あの文章にした方があが情報が歪むことがないというのはありまたちょっとその、これで学年、こ3月ですか、変わっちゃうんで、もう春休み入って。うんうん うん、だからそこの辺のところも難しいんですけどまああの担任だった先生にちょっと連絡取ってまずねとにかく直接聞きたいので私はねうん、うん、顔見ればわかるんでどんなことかねいうのはでまあその上で文書化して校長先生に連絡取っていう,、うんうね、段階でもいいかなと思ってますんでああそうね、うんうん、まずは話をちゃんと聞いて見ると前回もね直接聞きに行って、うん ああ、先生かわいそうになっていうのがね、最初の印象になわけ。ねもうね、いろんな親がいてね、いろん、<ー>いろいろなね、あの対応に追われてるの、先生。そうでう本当に、うんうん、あの。 学校の教育の教えることだけじゃなくて、家庭の問題、今抱えている本家庭ってすごく多くてね、私が教育員やってた時も、私がいる4年間の間にもね、うん、もうどんどん家庭の事情っていうか、家庭に問題がありっていうか、十分あの勉強ができる環境にないっていうね、まあ、例えば親がメンタルやれたりとかね、情緒不安定な子がすごく増えちゃったて、うん、それであの福祉課とも連携して、福祉課の人が来て、もう学校の教育現場をサポートしてもらうということをね、うん そうじゃないとね学校が全然回らない。先生たちも今回のコロナでもう何て言うか全然新しい対応をせれば、ねうん、社会だってさ大人の世界だってこんな混乱してるのに、うん、子どもたち相手だったらね大変,大変だと思うので、うんまあ、そういう意味で何度も言うようにねその現場の先生を責めるつもりはないんだけどやっぱりこう状況、うん 聞いた上でね、なるべくいい方に行ってもらわないと、子どもたちにこうしなさいって言ってもね、なかなか。子どもたちを守るためにもね、そこは頑張らないとね。というようなちょっとね、問題が身近にあって、非常にリスクマネジメントも近い題材だったので。少しじゃあ、また進捗待ってます。ということで、はいマスクの問題ですね。また来週。はい、ではまた来週。 E